眩しいけどさ、はい、いい男に映るらしいよ。それなら良かったです。え、はい、いいだろ、いい男に映った方が、はい、ね、不細工いいですね。まあ、なんかあの最近武将髭が長い、なんか結構生えてるけど。いや、ちょっとまだ前見日から剃ってないだけです。今日は剃ろうかなと思って。ジンクスでもあんの？いや、ないんですけど、はい、ちょっと面倒くさいんで剃ってないです。面倒くさい。マスクしてるしなと思って。ああ、まあ、だけどさ、準決勝終わった後の方が、はい、いろんなところに写真撮られるよ。そうですね。でもあんまし、まさか決勝乗れるってあんま思ってなくて走ってるんで。え、だって決勝乗んなきゃお前グランプリまたなんとかって言われそうじゃない。いや、まあそこまではがっついてないです。ね、はい、まあ、乗ったからもうあの安心だけど。あ、そうなんですかね。ほぼほぼ、はい、ほぼほぼっていうか、あの、何も悪いことしなければ大丈夫って話よ。それはちょっと走ってみないと分かんないんで。競争で悪いことだけじゃないから、はいはい、生活で悪いことしてもダメだから。そっちはしないと思います、はい、ね、はい、それは当然いい大人だからやらないですね。はい、うん、で、まあ今日ね、坂井の後ろ走ったけど、最近坂井強いね。とても強いですね。ね、はい、うん、なんかようやく開眼したからみたいな。ここ最近特にじゃないですかね。ね、もともとスピードあるからね、はい、うん、あれまくりとかになった方がちょっとまずいんじゃない。ここの漫画特に厳しいかなって思いますね。うん、ね、はい、2日目だっけ、坂井のすごいまくりがあったけど。初日じゃないですか。初日だっけ、はい、うん、あれ見て。いや、あれで、まあ、勝てるからすごいですよね。ね、はい、ついてて、どう、安心感ある？あります、あります、あります。もう、うん、走り方 もうだんだん分かってきてるんで、客室なんかも。ね、はい、踏み出しいいからね。そうです、そうです。突っ張ろうと思えばいつでも突っ張れるし。はい、あ、思い切り良くなったもんね。そうですね、うん。自信あるんじゃないですかね。そういう指導はしてるわけ。まあ、よく一緒に練習もしますし、よく話もするので、うん、まあ、すごく、あの、競輪選手としてすごく成長してきたなって感じます。え、練習どこでやるんでしょうね。あ、埼玉でしたり、いろいろ、はい、一緒にやったりして。坂井が出てきたりとかするわけ。あ、そうです、そうです。はい。森田とかと仲良かったりするので。あ、そうなんだ。はい、頼もしいね。頼もしいですね。はい。まあ、だけど昔ね、俺あったけど、はい、あの、後輩強くなると、なんか俺もやめなきゃいけないかな、みたいな雰囲気になってくるからね。いや、まあ、僕はあのすごくやりますよ。抜けなくなったらね。いや、もう抜けなかったらもうマーク選手になるんで、堂々とついていくだけでいいって。はい、それで十分なんで。あ、そう、はい、やっぱり抜けなくなったらね、寂しいじゃない。いや、もうそれも一つの競輪の醍醐味だなと思ってやろうと思ってます。あ、そう、はい、はい、さあ、これでメンバー決まったけど、どう、メンバー見て。いや、もうあの坂井として乗れたんで、うん、もうまず優勝どういうふうに取るかなっていう作戦を組みたいですね、うん、はい、ね、まあ北が4人いると、あとは軍事と、はいはい、まあ、あの新井が短期なんだけど、どこ行くか分かんないけど。そうですね、ね、はい、なんかとんでもない競争やってたけど、新井が、まあ、単純に強いですね。ね、はい、いい土地区で強いよね、はい、ああいうの見ると俺もっと頑張らなきゃとか思わないの？いや、やっぱ4つ先輩なんですけど、うん、まだ頑張れるなっていうふうに思わせてくれるので、うん、いいね、よく話するんですけど、うん、はい、それはそれはすごくありがたいです、ね、はいはい、じゃあもうこれグランプリを見せた上で、はい、明日の決勝、経理者得意だもんな。いや、そんなことたまたまだと思います。え、はい、何回取ったんだっけ。3回かな。3回、はい、うん、あと2回ぐらい取ってくれ。まあ、やめるまでにそうなるように、うん、あの、一応記録だから5回が。あ、そうですか。俺だけど。あ、そうですか。中野さん5回なんですか。5回で並ぶってことなんですか。そうそうそう、頑張ってくれ。はい、頑張ります、ね、記録は破るためにあるんだから。はい、頑張ります。はい、では明日の決勝戦、はい、坂井と優勝狙えるように頑張ります。よろしくお願いします。